ャミンチャンネルへようこそ。信じるものがあったとしても信頼そぶりするギター弾きますよ、ヴィンテージでございます。はい、秋の夜中にまったり弾くコーナーを続けてるんですけども、初めてご覧の方に簡単に説明しますと、いつものスタイルとちょっと変えてるんですね。もう気楽に自分の好きなように弾くと、秋の夜中に合いそうな曲をね、自分の好きなように、弾いて楽しむ皆さんに聴いていただくというコーナーでございまして、いつものパターンとは違ってこうやって、あぐらをかきながら弾いてるんですけども、非常にこのスタイルはですね、カメラのセッティングも非常に楽でですね、本当に簡単に弾いてます。はい、今日はその中で、拓郎さんの曲をね、やっぱり人気があるのでしたいと思うんですけども、リアルタイムでは先日おとぎ草子をね、投稿させていただいたんですけども、はい、今夜はですね、その白石アリスさんという拓郎さんがタッグを組まれて、作り上げられた作品で、素敵なのは夜というのをお届けしたいと思うんですけども、この曲はですね、実はセルフカバーもされてるんですけど、まずローリングサーティですね、アルバムローリングサーティのその時 LP が2枚組で、特典のような形でシングルが出てたんですけども、発表にはですね、松本隆さんと伊佐拓郎さんがタッグを組むという形で、報道されてたんですけどね、そうなのかどうかわからないですけども、シングルはね、作詞家が違うんですよね。この曲もそうだったんですけどもね。はい、それではですね、原曲のメロディーは保ちつつ勝手にアレンジなんでよろしくお願いします。いつも通りです。それでは参りましょう。GO!しましたけども、なんかピッキングの音が聞こえるんですよ。なんか僕の見立てたドレスに着替えた君は思い通りの美しさ、少し眺めていたいけど抱きしめてる、洒落た歌ですよね。こういう曲調っていうか、こういうアレンジってどういうんでしょうかね。シャンソンとか言うんですかね。ちょっとこの辺は知らないですね。疎くてですね。なんていう感じのアレンジなんでしょうね。また知ってる方がいらっしゃったらコメントいただけたら嬉しいです。はい。はい、それでは今宵も素敵な秋の夜長をお楽しみください。はい、そして朝晩冷えてまいりましたので、十分暖かくして、お休みになってですね、いい夢を見られるように、お祈り申し上げます。今夜もありがとうございました。それではまたお会いしましょう。さよなら。おやすみなさい。